コメントオブコメントありがとう。こちらこそありがとう。回連戦なしの装備紹介ありがたやです。アップデー楽しみですね。いやアップデー早く来ねえかな。はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。今回紹介する武器こちら、なんて読むんでしょうね。これね、境重装なのか砂海重装なのかわかりませんが、デルクハープーンでございます。攻撃力340、切れ味が白、水属性26の会心防御0、スロット3の百竜装飾金2の拡散型レベル6でございます。こちらもね、あのアップデ後に、拡散8で使うことができるので、意外とね侮れない、ガンランスになるんじゃないかなというところでございます。やっぱ攻撃力340って大きいよね。まあ会心0ではあるんですけど、で頑張れば紫も出すことができるので、まあその殴りとその砲術、まあ、の拡散型との両立っていうのはできるんじゃないかなとは思いますね。まあ、爆光砲との相性もいい拡散型だから、まあ、可能性は秘めてるのかなとは個人的には思いますね。あと武器スロット3が地味に偉いですね。鉄壁士とか入れやすいですね。今回の関連、ステータスは、攻撃力をプラス10と水属性6にしております。350で、使っていこうかなと思います。350もあったらね、ガンランスの中で結構上位の、攻撃力の高さを誇るんですけども、スキル構成こんな感じとなっております。イメージとしては殴りも、火力出して砲術も、使っていくよっていう感じですかね。一応こんな感じの、スキル構成で、どちらかといえば会心率っていうよりかは、物理、普通の攻撃力、基礎攻撃力の方ですね、もう意識したいので、挑戦者も採用してるってとこですかね。まあ、会心率は 100% ではないんですけども、まあ、バランス取れてるのかなと。まあ、おまけに闇討ちも入ってるんで、まあ、もしかしたら火力もうちょっと出せるのかもしれませんね。あと、声援もなぜか入ってるので、まあ、使ってる防具が結構新しい、追加された防具ばっかり使ってるような感じなので、ここですね月光とお御代とミズハ使ってるんで、まあ仕方ないのかなというところでございます。今回の装飾品がこちらでございます。まあそうね、なんて言ったらいいんだろう。まあミズハと、お御代のものとかながそれぞれ、スロ4 2個と、スロ2が3つありますので、結構入れやすいかなと思いました。五石は、かけり召使い回避距離アップ22の、スロ3 1個でございます。ちょっとねスロットの数が気持ち悪いことになってますけども、まあ気にしない、入ったもん勝ちですからね。まあ、なんで前回とかの、まあ、ライズの時はネタ吹きとかしても誰も使っていなかったデルクスの、ガンランスなんですけども、アップデ後には割と使ってもいいんじゃないかな、で使ってあげてもいいなぐらいのレベルになるんでですね、攻撃力高いからね、まあ、どんぐらい火力出るかちょっと試していこうかなと思います。さあ、ということでやっていきましょうか。よろしくお願いいたします。今回やっていくのはテオデスカトルですね。まあ次回のアップデートで開国テオも、来ますので、そういうの予行練習がてら、デルクハープーンの、水属性と相まった、このコリューでやっていきたいなと思いますね。まあ炎ですから水が弱点です。はい、なんで、水属性のガンランス、地味に水属性ですからね、この時も。はい、頑張ってやっていきたいと思う。まあただね、物理ですね、やはり結構強いので、こいつおらおらおらっておかしいけど190出てんだぞこいつは、強いんだぞと私は言いたい。しかも爆攻法でさらに伸びしろがありますから、ちょっと待ってください、ちょっと追いかけるの大変なんだよマジで。拡散型だからさ、そんなにダメージ弾数もないわけだからさ、投げ払いや。あ、300いくね、強いね。300いくのって強くないですか。どーら、いや、そう、拡散型ってやっぱどちらかといえばやっぱ物理に振りたい感じはあるんですよね。爆攻砲との相性がいいので、なんていうんですかね、こうやっぱ物理の攻撃力を上げるチャンスが出てくるわけですよ、こんな感じで。こういう時はね、なんか殴りでブンブンブンってやっていきたいですよね。あ、いやー、麻痺短っ麻痺短くないですか。ちょっとこんな短かったかお前、耐性があるのか古竜だからかよくわかんないけど、ブラダーペシダメでした。ヤンオーケーオラッシュ、このブレスはね、横からね投げ払いをねやっていきたいんですよ。オラー当たってねえけど、動き回るねこいつは。こう広い砂漠の中だからね、すげえ動き回るんだこいつ。じゃあエリアチェンジです。
待て、俺が総理する、よし、違う。総理、下刈りがおるな。あ、いいですよ、ディアブロさんもやっちゃってくださいよ、マジでこんなやつ。頭、あ、違う、お前じゃない。俺はお前の頭を攻撃しよう。あ、ナイス。よっしゃ、一旦リロード、切り上げ、叩きつけ、投げ払い、おい、くぜ、ブン。あれ、顔に当てたかったんだけどな。ほーら、よし、俺が総竜だ。俺が総竜だってなんだよ。でぐでん、おい、右、あ、左だね、これ。ちょっと、危ねえ、マジ、勝手にロックオンするからな、これ、危ねえ、マジ。よいしょ、まあ、いいでしょ。ほーら、叩きつけて投げ払って流行法、発行法です、失礼しました。いやでも火力は出るな、投げ払って、よしじゃないか、配信が出ないと意味がないだろう、投げゃー、配信が出ないと意味ないだろう。普段はね、こうボンボンボンって立ち回っていって、弱点とかにね、つくときはね、叩きつき投げ払いをやりたいんですよね、理想としては。やっぱなんていうかな、自分ずっと自分拡散使ってるじゃないですか。まあ実はずっと自分拡散ずっと使ってるんですけど、生配信とかではね、通常型とか使ってるんだけど、もう多分ずっと前から見ていただいてる視聴者の方からは多分分かってると思うけど、マジで拡散ガンサーなんですよね、僕ずっと拡散使ってて、やっぱ行き着く先はやっぱ弱点をどう火力出すかっていうのがね、やっぱ課題になってくるんですよね、この武器って。おらー、そうなってくると、いや削りすごいな、なんかそう、やっぱね、安定はするんですよね、この突き砲撃っていう行為自体はすごい安定するんで、めちゃくちゃやりたいんですけど、でも弱点とかこういう麻痺ってる時はどちらかというとやっぱ火力が出せない、出せるけど出せないんですよね、もっと出せる、頑張ればね、叩きつけ投げ払いであればね。でもそういう時でもね、やっぱ竹盆突き砲撃をやっちゃうと、どうしてもこう火力不足というか気になるんですよね。もうちょっと俺やれんじゃねえのと、ほら、そうなってくるとね、やっぱね、このチャンスの時にどうするかっていうのが課題になってくるわけですよね。で今回のデルクハープとかも、なんていうかな、まあ、物理寄ってるからで、拡散型でしょ？いいじゃんっていう話なんですよね。まあただ今ちょっとそんなになんか技物との相性が悪いかもしれん序盤は月砲撃でやってるんだけど、結局月砲撃だと切れ味が落ちちゃうから、実際ダウンしてる時に白ゲージ維持できてるかっていうと、そういうわけでもなくて、痛いよってなってくると、やっぱ強靭剣魔の方がいいかもしれん技物は本当になんか月砲撃メインでやっていくだけかもしれんねんな、こりゃそりゃ。ガード位置するタイミングもなかなか難しくてよ、こう当たらないんですけど、投げ払いっすか、おらっち、被弾覚悟でやってるからな。ない、危ねえっす。ちょっと体力回復しますね。いやー、このパターンで開国だからな、てよな、多分苦戦する方は多分苦戦するんじゃない、多分俺ほんと投げ払いを頭に当てる、あ、よし、333、まあまあ出てんじゃないですか、デルクスハープンじゃねえ、デルクハープンに関しては全然割とやれてる方だと思うよ。300超えても、一応なんか300超えが基本的にはターニングポイントっていうか、なんていうんですかね、まあ殴りをするにあたって絶対必要な火力ですから、まあまあ悪くないと思いますけどね、私は。あとはまあこれを紫ゲージとか出すことができたらもっと変わってくるんでしょうけどね。まあそれはなかなか難しいですけど、ほらほらほら、こういうダウンしてるときとかね、やっぱ投げ払い、叩きつけ当てたいですよね。おらーし、で、こういう立ち回りのときとかはね、突き砲撃とかやって切り替え、まあ僕はそういう戦い方でちょっと意識して普段はやってますけども、まあみんなはどうか知らんけど。はい、ということで、ありがとうございました。テオテスカトルでした。いやー、開国テオはどうなるんでしょうね。こう、ただでさえ後隙が少ないやつに関してね、もっと後隙なくなんじゃねえの。多分原種より弱いってことは絶対ないから、非常に楽しみですね。ということで、ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。